は9時半を回りました。ここからは嘘のような本当の話お届けします。今日の MC は FM 機ノスタッフの石坂真美です。そして今回も東京からこの方来ていただいております。はい、おはようございます。W オーエーストの北条です。はい、北条先生よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。はいえ、先週もお伝えしたようにゲストは引き続きこの方です。はい。<laughs> こんにちはハイサーって言うんですかこうやっハイサーって言いますか女性はハイタイですねハイタイがハイタイえっと男性がハイサイ女性がハイタイハイサイおじさんっていうのはじゃそれでいいああそうそうそうですね。 おばおばさんになったら女性になったらイタイでハイタイですね。女性はハイタイっていうって感じです。ハイハイタイっていうとこんにちはみたいなに合わせますか。同じハイサイと同じ意味ですね。こんにちはみたいなこんにちはでいいのかハイタイミワコですって感じでいいんですか。あうんそれでいいですそれでいいです。沖縄の皆さんハイタイミワコです。なんかヤッホーみたいなフランクな感じですよね多分。 ハローみたいな。じゃないかな。この前なんか恋愛のレジェンドの人が出てくれたんですけど。ええ。すごいですね。いろんなジャンルの人が出てくれ。本当にそうですね。まあ、そんな美和子さんも、ね、もちろん、もうすごい。活躍されてる。世界をまたにか。いや、いや、もうたくさんの、ね、世界中の方と。あの、お知り合いになれて光栄ですというか。 そうですね今週は、ね、またそのちょっと先週とはまた違ったいろいろなお話聞いていきたいと思うんですけど周りにも、ねうん、ご病気された方がたくさんいたっていう話があったじゃないですか。いはい、結構あのもううななんだろ 私たち私はもう言っても結構人生の半分ぐらいは来たんですね、うん、あの気持ちは常に十代なんですけど <laughs> でやっぱりその周りの友人だったりあの最近ですとあの突然連絡が来たんですよね友人からでゴーグルが欲しいって言われたんですよ<お>えどうしたのって言ったらゴーグルってこういうのって 他のメーカーさんのでも使っていいのかなって言われたんでえ、どうしたのって言ったらえ、あの、目がね、ちょっと困っちゃってっていう目が見えなくなってきてるって話になってうそうなのって言って話が来てでちょうどあの、北条さんからうち、ゴーグルね、あの新しいの出たんでえ、あ、そうなのっていう話から <laughs> そ,うなそうらしいよっていうのを友人に伝えたんですよね。うん、あ、もうすぐ送って欲しいってててしい言われて ゴーグル試させてほしいって言われたんですようどうやら彼女はどっか水素バーかどこかでゴーグルを使えるとこがあったみたいで、うん、そこにちょっと通ってた時があったらしいんですよで、以前その水素が必要だって言ってなんか宝条さんのところの水素を紹介したんですよね、うん、そしたらもうすごくいいって言って、うん、あのアトピーとか、うん、いろいろお子さんもいてアトピーとか悩まされててでもすごく調子がいいからって言って使ってたら、うん 気づいたら自分の目が見えなくなってるっていうんですよね。で最近それを私知って実はこういう状態なんだって言われたのが緑内障、うん、目の。はいあのー、でほとんど右か左かはほとんどもう見えてなくて、うん、であと片方の半分も見えてないっていうんですよ。でその写真も見せてもらって、うん、あ結構ほとんどがもう色が 見えてない状態で、ね、手術しなきゃいけないんだっていう話になって、うん、だから慌ててそのゴーグルをあのお願いしたんだっていう話だったんですよね。で試した結果、あのー、今その数値があって緑内障の、はい、でその数値が下がらないというか維持できてるっていうんですよね、うん、水素で。 水素を目にゴーグルをしてその目から入れるんですかあれはあの粘膜から。うん、そうですね目から入ります。ああ<ー>目も脳だから脳そのものだから。そうなんですか。そうですね簡単に入っていっちゃう。<ー>えー、もうすごくいいタイミングでゴーグルが手に入って、うん、なんか通わなきゃいけないと思ってたのが、うん、家でできるからすごく助かって毎日毎日もうずっとゴーグルつけてるって言っていて。うん でそれで一応、手術も免れてでもあの手放せなくなったっていう話でな、うんとか頑張って手術しないで完治できるようにしたいんだけどって話から<ー>でなんか以前なんかあの、えーと、北助さんからなんか目の見えなくなった方も少しずつ光が見えてきたりとかっていう話、うん、えそんなこともあるんですか有名な 方なんですけどねアメリカのアポロシアターっていうところでウィークリーチャンピオンに輝くぐらいなんですけど全然目が光も見たことがない子だったんですけどもう今では吸い始めて見えてる最初にすりガラスみたいな感じだったのは光も見えてなかったんですか光も見えて最初ねその 私はよく夢を見るんですっていうの本人がね、うん、で光も色も見たことがないって僕は聞いてたから、うん、本人から、うん、光とか色の概念がないのに、うん、どうやって色あの夢を見るのか聞いたの。ににそしたらえどういう「どういう状況なの?」って聞いたら、うん、お母さんの手を右手で握っている感触。うんうん 前から風が吹いてきていますうん、うん、車が後ろから走ってきていますっていういろんなシチュエーションが同時にその時のこととしてガーッと蘇る、うん、それが夢というだからそのシチュエーションが蘇ることを彼女は夢、ねうん、映像っていうよりはもう <laughs> そういう感覚,感覚の組み合わせ全ての五感。うん のその感じたことがばってこうクローズアップさせるっていうかその時の瞬間を思い出させるっていうかそういうことを本人に言ってたねそれがもう今ね見えるようになってしまってだからちょっと情報が目の情報ってすごく大きいでしょ大きいですね逆に戸惑ってますみたいなこと言ってた。そっか情報量が一気に増えるわけだから少ないものを広げて広げて広げて,広げて 感じる感性っていうのもあったりするから、うんね、その天使の歌声でものすごい綺麗だし歌も上手いし、うん、っていうのが目が見えることによって何か変化するのかなっていうね、うん、ように変化してのらも,もちろんいいんだけど。うんはいうん 確かね、すごいですね。でも、光が見えるだけ、あの感じるだけでも感動するのに。なんかそこまでの回復力ってあるんだな。ってそれはなぜかっていうと、その。まあ、彼女のお母さんと話した時に。その。なぜ目が見えないかって話になったんですよ。それで。僕はどうして見えないのって、でお母さんは障害ですとおっしゃるから。 障害ねって分かるけど、うん、じゃあ聞きますけれども目の玉自体がないのか<ー>神経がないのか<ー>それともホルモンが出ないのか<ー>どれですかってお母さんに聞いたんですようん、うん、そしたらうちの子は脳下垂体からホルモンが出ないがことが原因で見えてないんですっておっしゃったから<ー>えだったらホルモン出りゃいいんですねって。 って聞いたんですよあなるほど脳下水体って耳のここの奥にあるてうか、ね、脳と鼻と耳の中間地点っていうんですか、はい、あそこですかねはい、はい、でそこからホルモンが出る,<ー>出ることによって目が見えるようになるっていうこらだったらいけるじゃないって。目の球がないんだったらこれ物理的なものだから <laughs> もうしょうがないけど。そうそう だからそういうホルモンが出るようになったことで、うん、あの体がいろいろ回復したりとかトラブルから抜け出した人がいっぱいいらっしゃるから、うん、ホルモンだったらいますよいっぱいって、うん、だってそもそも脳の働きだからス、うん、スイスにととって一番得意なところだから,、うん、だからそれは吸わしてみようよって話になって、うん、で <laughs> 大体3か月ぐらいだったのかなあまず2週間経ったところで生理がました。はいはい ほらほら出てるじゃんってなって、うん、じゃあこのまま座せようってなって、うん、確か3ヶ月弱だったと思うんですけど立ったところで立ち上がって、うん、お母さんにちょうど夕日がこうベランダから差し込んでるところで、はい、あの彼女は創作活動をいつもやるんだけど、うん、<laughs> で「お母さん指って5本あるんだね」って言ったんですよ、うん、お母さん。そっから見え始めた すごい。え<う>ー、はー。本当、ね、<ー>すごいよね。うん感動ですね。すねそう週はい、<わ>じゃちょっと一旦 CM を挟みたいと思います。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。<noise> w O O East 株式会社。電話番号ゼロ三三五二七。

ね、その何週間後でしたっけ2か月後ですか吸い出して生理が来たっていうホルモンが、ね、2>, 2週間後ですか2週, 2>, <laughs> 2週間後早いですねすごいなんかその結構、うん、私の友人であの台湾にやっぱり住んでると、うん、漢方支流に飲んでる友人が結構いるんですよね、うん、で、あのー、その中の友人で生理が1年来ないとか <laughs> 生理痛がひどいんですとか、はい、多分 女性の方だと生理痛ないっていう方が少ないぐらい本当に10人に1人かわからないですけどそれぐらいの割合でほとんどの方ありますよね生理痛が。私も重度の生理痛がきつくてひどかったんですけど先ほどそのおっしゃってたそのホルモンが出てっていう話で私ふと思ったのがそもそもその。 生理って痛くないんだっていうことに気づいたんですよ水素で。はあ、意味わかります。なんか生理痛,痛いってことが普通じゃないんだっていう <laughs>、うん、体としてね、うん、痛いのが普通だと思ってたんですよね。そう私そう,だっそうです。よね。<笑><笑>生理痛って月経痛ってあるものだって思ってて、薬で止めなきゃいけないものだ切り離せないものだと思ってましたね。うんうん、思ってたんですよ、うん、私もなんですけど、そしたら。 あの水素吸ってると生理痛の何、あのー、て言うのかな1週間生理の1週間前とか、うんはい、シクシク来たりとか、うん、あそろそろ生理来るなとかあるんですけどうそういうシクシクの痛みもないんでん気づかずあれ来ちゃったみたいな<笑><笑>あ今月だあ今日だったかみたいなそうなんですそうなんです <laughs> とか<ー>本当に痛みが少しうっすらあったとしても、うん、あのその日にあちょっと 薬必要じゃないけど痛いかなってなった時もとにかく吸って横になってると1時間ぐらいとか、うん、あのどんなに辛くても2時間以内に、うん、あの痛みゼロになっちゃうんですよこれゼロって言っていいのか分かんないですけどほ、うんとゼロになっちゃうんですよ。とかもないんですよ。ちょっとと軽くくななななるとかじゃなくてもじななじゃても感いい本当に感じないんで,すで、えー、感じる時は吸い足りないみたいな。 あだから痛く痛みがゼロになるまで吸い続けると本当なくなりますん,なんかうんそういう感じだ,、ね、だからそれって先ほどおっしゃってたホルモンがちゃんと分泌されてるから正常になってる、うん、あと体温が上がるんですよ水素吸ってると、うんね、私もともと3 8え三十5度八8分かな、うん、すごい低体温だったんですけど 水素吸ってると平熱が36度8分とか、うん、結構上がりましたねかなり1度以上高, <laughs> 高いと37.0とか21とか<ー>免疫力が思いっきり働く体温なので、うん、ねよくがんの,の人なんかは水素吸って。うん 体温36度分以上にななるぐらいまで吸ってまなんかだから目安が分かったというか体温ってそもそも確かに低いとダメだよねっていう、うん、そのいろいろ風邪ひきやすかったりとか、うん、毎月、ね、だかそういうのもあの37度を目指して、うん、吸い続けてると生理痛もなくなるし、うん、で私の友人がびっくりしたのが漢方薬を えと飲んで台湾のすごい漢方薬なんですよね、うん、日本で入ってこないような種類のすごい強力なものをとっても半年に1回とか、うん、まあ頑張っても34ヶ月に1回月経が来るっていう感じだったのが「ミや、うん、ちゃんやばい毎月来るんだけどどういうこと?」って言われたんですよ。うん、その1年に1回とかしかかし来なかった人が、はい 毎月必ず月のものが来るっていう感動はあっていう<ー>そっかーっていうなんかもう私もよくわからなかったです言われた時にえっ <laughs> っていうなんかそんな情報どこにもなかったんで私のね後輩が朝起き上がれないっていう、はい、そのホルモンバランスの組みで、うん、もうとにかく小学校の先生なのに、はいうん、朝起きれないから、うん、昼ごろ学校行くんですよ。うん でもういわゆる性の担任じゃなくて副担任になって成績の処理とかねそういうサポートの方に回ざるを得ないぐらいもう真面目な子だから絶対サボり癖でもないし学校大好きだし子供大好きだし学校行きたいのに自分が起き上がれないってもう10年近くこれで苦しんでるんですって聞いて。 水素吸えばいいのにって言ったら「え水素って何ですか?」っていうところからここに吸ったらえっとねえっそんなに早くそう朝まず一番分かりやすいのは朝起きれるようになりますそれは一番その体のリズムみたいなのがきちんとできてでまあ年齢僕のねすぐ下の後輩だからまあもうね 当時50歳超えてるはずなんですけど、うん、で生理ももうほぼなくなりかかっていたのに、ね、復活みたいなそれはちょっと邪魔なんですけどみたいな <laughs> 全部血流とホルモンの仕業だったんですね,ですねきっと、ね、すごいですねんかもう本当に私あの体外受精を3回したんですよ、うん、今回。そ、うん、それもそのやっぱりその 水素の血流でいろんなものが整って20代の卵が取れたんですよランクランクっていうのがありまして、はい、卵もでそれも20代の卵取れるんですよねしかもそれが大概受精卵にしなきゃいけないので相手の夫だったりとか、はい、あの皆さん旦那さんの,あのものも。 あの元気じゃないとランクは上がらないんですよ。はい、でこれってあの女性だけの問題ではなくて、うん、ホルモンって、はい、実は男性の機能が上もうすごくちょっとこれ、うん、あの朝に言っていいのか分かんないですけど <laughs> 健康の話で言うと、はい、朝常に元気です。うん、あ,のある60後半の あのー、夫の知り合いの方で仕事関係の知り合いの方で、うん、温泉地で仕事してたと、うん、で朝毎朝温泉に入るらしいんですよね、うん、でなのにたった2日間 2>、うん、そのちょっとコロナ禍で体調が悪いって言って私が水素を届けに行ったんですよ うん、仕事がができきなななくなってきた体が動かないと、はいうん、で大切な方だったので、うん、すごくあのお仕事上あの体を動かす仕事の方で,、うん、で温泉地で毎朝あの体をなんとか頑張って奮い立たせてたところ、うん、たった2日間水素を、うん、あのすったところ、うん、あとね 毎朝温泉楽しみで入ってたのが入れなくなったんだよって言われたんですよ。どうういことですかって言ったら「いやちょっとこれ美和子さんに言うのは失礼かもしれないんだけど僕朝元気になりすぎちゃって何て言ったらいいんですか男性はこういうの。そうですかねもう何十年ぶり40年ぶりぐらいに20代の自分を見たような。 状態で恥ずかたったあの,そのタオルを巻かないと巻いても恥ずかしくて周りの目が気になってしまって温泉に入れなくなってしまったんだよって言われたんですよそれぐらい元気になられたそうで毎朝ですね、えー 一週間ぐらい続いたって言ってましたね。それがすごいですね。<あ>まあ、ということはホルモンが機能してミトコンドリアとかそう,うそういうものが生成されてなのかどういう状態なんですかね。ね血流自体もね良くなるからね。 あそっかで、脳の血流も、はい、たくさん出るし、うんね、めっちゃいい,とい,いことずつです,、ね、すごいんですよだからきっとその体外受精した受精卵になる前のオタマジャクシさんもきっとその運動量が運動率がすごい上がったりとかしてるはずなんですよね実際にお客さんがこの前調べたら月でえっで精子の量が3倍に増えたって量 <laughs> 量がですかお,おいくつの方ですか 10歳前後の方ですねでやっぱりあの妊活してらしてそれで定期的に調べてたら「水素、はいはい、吸い始めて1か月でとんでもないことになったんです」ってわざわざご報告いただいたんです、えー、いやこれ結構すごくて、ね、私の友人でも私だけの体験ではなくて、うんまあ、私の夫の方も3回ともやっぱ運動率がやっぱ全然違ったんですよね。うん やっぱりそのデータを調べてもらって、うん、今回の運動率これぐらいでしたとか、うん、すごく出るんですよ、はい、リアルにそれが40から80ぐらいの差で出るんですよね、うん、運動率40だったのが80近く出るとか2倍ぐらいですねうんすごいで、ね、すそうなんですよで,すです、ね、私の友人で40歳の友人が、うん、奥さん40歳旦那さんが50過ぎの方、うん、で えー、体外受精しますって言った時も、うんあのー、3か月間水素をお互いに夫婦で真面目に吸って、うん、でなんとやっぱり、あのー、受精卵の質が20代だったっていうんですよねびっくりで、えー、あ私だけじゃなかったっていう <laughs> っびっくりでしたね感動してました。えー そうそうそう、なんか多いですけど、ぜひちょっと今日のこの話、聞いてほしいなって、思いますや、本当にありがたい、ありがたい、さまざまで、ふうふうるんるんで、じゃあ、ちょっと CM にいきたいと思います頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO e a s t 株式会社電話番号0335272211一。そのような本当の輪をお届けしていますがもう残りまたあっという間にわずかになっていきたんですて、ね、どうしよう。<laughs> いやでも今日で先ほどの話は本当にあの不妊治療してる方ってすごい多いと思うんですけどそういう人たちの希望になるような話なんじゃないかなと。そうですね、うん、本当になんか夫婦の中 なんか一人でやるものじゃないというか奥さんだけがやるものでもなくて、うん、旦那さんだけが心配して奥さんのことを見守るとかではなくて、うん、二人で本当共同作業なんだなっていうのを感じてて、うん、だからなんかその水素のおかげが分かんないんですけど、あのー、不妊治療結構いいじゃないですか、うん、私つらいって思ったことが実はなくて。 新しい自分とこう向き合えるのであのいろんなお薬とかね使ったりとかして、うん、体外受精するんですけどだるくなるってね聞くんですけどあんまり感じたことがなくてだるさを感じもしかしたらやっぱり体力が20代に戻ってるせいか。<laughs> <笑><笑>うん すごく元気にお互いなんか、うん、あよかったね今回こんな感じで結果が悪かったとしてもなんかいやでもなんかいつも常にこう希望に満ち溢れてるというか、うん、新しい自分と向き合えて発見があったりとかして、うん、なんかお互いに励まし,し合えて結構やっぱりうん大変なことも、うん、なんかすごくいい経験として、うん、なんか い行ってきたんじゃないかなってこの3回の対外受精ですけど感じてますね。常に感動があります。はい。ねその感動をじゃぜひリスナーの皆さんにも味わっていただきたい。なんか素敵な感動と私50歳ぐらいまであのつくあの頑張ろうと思ってるんで。はい。あと3人ほど。はい。この前もあのねえっとおも東京の表参道でフェムテックってなったんですけど。はい。 あのお二人出させていただいてお話しさせていただきましたね。なんかこれはもう本当にはい皆さん地球すべての人がはいあの自分とが光り輝くようにっていうはいなんかそういう意味でお話しさせていただければなと思いましたね。はいじゃあ今日もありがとうございました。はいありがとうございます。またはいさようなら。